イエンス・ティースは、ノルウェーの美術師や、キュレーター、美術研究者。1908年から1941年まで、オスロ国立美術館の館長を務め、フランス美術やエドバルド・ムンク作品の収集を、行った。1870年、船舶ブローカーの父エイブラハム・ボクマンティスと、母、エマ・マリエ・ロア・グランとの間に生まれた。両親が離婚したため、 1888年に高校を卒業するまでクリスチャニアで宝石賞を営む母方の祖父母の下で育った。当初、画家を目指し王立絵画学校に進学したが美術史を学ぶことになった。その傍ら、オスロの美術館で働いた。1890年から1892年にかけて研究のため、デンマーク、ドイツ、イタリア、フランス、 ベルギー、オランダと各国を回り、美術コレクションや教育機関を巡った。1893年の冬、ベルリンで、同郷の画家エドバルド・ムンクと出会い、また、居酒屋、クロコブタ邸で、ムンクの他ヨハン・アウグスト・ストリンド・ベリラの芸術家と、信仰を持った。1895年、開館して間もないトロンハイムの装飾美術館に就職し、 新たな美術コレクションの収集などに努めた。この年、ログナ・ビルヘルミン・ダンズと結婚している。1899年から、ルネサンス期のフィレンツェの素描についての研究を始め、カタログレゾネを作成しようと考えていたが、美術史家、バーナード・ベレンソンが、同様の事業を達成していたことがわかり、断念した。三巻からなる未完の原稿が残されている1九百八年、 オスロ国立美術館の館長に任命され、1941年までこれを務めた。美術コレクションの充実に大きな功績を挙げた。また、国立美術館の北東の増設も行った。特に、19世紀後半以降のフランス美術の収集に熱心で、エドガードがエドアル・マネ・ベルトモリゾからパブロ・ピカソまで揃えている。1939年。 妻ログナを亡くし、自分の健康も害するようになり、1942年、亡くなった。1911年、聖欧ラブ勲章第一級騎士章を受章し、1937年、同じく優勢司令官賞を受章した。その他、フランスのレジオンドヌール勲章、スウェーデンのノードストヤーニールデンバシャールデンなど、外国の勲章も受章している。ノルウェー科学。 文学アカデミーの会員、ありがとうございます。